さ、43分じゃん。え？あ、出とるんか。今日は、牧山駅にやってきました。ほんと久しぶりに。いや、牧山駅ってあんま来たことないかも。通ったことは何回もあるけど。すげえな、ここ。いいね。ちょっと待って。はい、今日は牧山駅、ここのエリアって知っとる？イコカが使えないの。でも普通だと定期なんよね、やっぱ通す系のやつ。反対側に行って、ここの折り口、に行くと、草刈り機の男やん。すげえ、なんか探検隊みたい。探検隊。ちょっと待って。なるほど。はい。この橋は、潜水橋と言われる橋みたいで、水かさがね、雨とかで、まあ、急激にこう増したりした時にはもう浸かってしまう橋という。いや、これでもすごいね、ここまで水かさが増して浸かるってことがまだあるんやな。ということは向こうの人はこっちに来れんし、渡れないってことよね、普通に。で、でもまあ流されずに、ちゃんと大丈夫っていう、使っても大丈夫っていう橋だそうです。で、シーズン的に来月ぐらいの、まあ7月ぐらいになってくると、向こうにね、ひまわり畑ができるということで、空気がいいね、うん、めっちゃ。これすげえよ、やばいよ、これ。これめっちゃやばくない？思ってる。ちゃんと下が見え、底が見えるな。めっちゃ綿ボール、すげえ。やっぱ島に来たみたい。ここか。でもなんか咲きそうな感じ。まだだって花になってなくなった。なんていうんかな、ジブリに出てきそうじゃない？ジブリ。
だちょっといっぱいは咲いてなかったんですけど、あの7月のまあ上旬から中旬ぐらいにかけてかな、だん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 ひまわりが咲いて、あのひまわり畑になるということなので、あの去年ねゲルが来た撮った動画が多分去年上がってるよね。なのであのまあそれを見ていいなっていう方はぜひこちらにもねちょっと見に来ていただけたらいいんじゃないかなと思います。あとその橋もあるし、あの空気がすごい綺麗だから、なんかいるだけでなんか何時が止まった感じね、いいよな、こういうとこ歩くだけでいいよな、なんかね癒されるというか。今日の動画はいかがでしたでしょうか。いつも最後まで見てくれてありがとうございます。いつもね皆さんからのコメントとか、DM とかめちゃめちゃ励みになってます。もうね動画を作ったりするモチベーションにもなるので、今後とも皆さんどうぞ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。よかったら今回の動画にもコメントしてください。よろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。